でもできる、トレーニング、的なやつをちょっと紹介したいなと思います、みんないろんなドリブルの種類の形とかを持ってると思うんですけど、僕が現役時代、非常によく使ったっていう、使ったというか、トレーのみでやってきたみたいな感じの、カットインというのはアウトサイドがあり出すっていうドリブルの、コツというか、僕が大事にしているところをちょっと紹介したいなと思うんですけど、ドリブルの形的には、非常によくある、こうしてここにアウトでスピードアップするという形なんですけど、僕が勉強しているところは、何点かありまして、まず仕掛けの時は、片足になる、片足で仕掛けるとか、こういう状態で仕掛けるとかですね、こういう両足ついた状態で持ってくるんじゃなくて、こういう浮いた状態で、こうフェイントをしながらなんですけど、浮いた状態でこうです。でもう一つは、軸足になるんですけど、しっかり蹴って、ハンドでスピードアップする、一つ目とつなげると、浮いてて、浮いた状態で、蹴ったりするかな。で、なんかバリエーションなんかも、本当に細かくですが入ってきまして、本当に何もタッチしないでアウトだけで出すパターン、そうですね、アウトだけで出すパターン。で、状況によっては、インサイドでちょっと触ってから出すこともあると思います。僕はそういうのも、細かいですけど、使い分けられました。一瞬だけちょっと触ってやってみましょうですね。次は、相手との前が近かったりすると、普通に出しただけだと、もちろん引っかかるので、出すときに浮かすっていうパターンをやってみたいと思います。メッシなんかは速いシーンのドリブルしかできないですけど、浮かしたりして近い距離で、かわすシーンのドリブルを見てるので、こういう感じなのかなと思いまして、相手が近いっていうのを想像してもらって、浮かす。これがちょっと今ボールがこれなんで、もう一回やりますか。こんな感じですね。前が近いってことなんで、角度も、斜め前に抜くってよりも、横とか斜め後ろに、逃げるようなドリブルでも、相手に取られるよりはもちろんいいと思うので。その込みで前に出すことがちょっと横から後ろに出すっていうのももちろん良いかなと思いますし、抜けてないけどかわすっていう形ですね。これなんか非常にスペースが狭いのがあるので、簡単にここだけやっとけばいいので、この切れだけやって出して戻して出して戻してこれだけでもトレーニングになると思うので、やってみたらどうでしょうか。こちら 3S の歴史が詰まった一冊の本です。ちなみにこのパッケージは40周年の記念の表紙となっています。気になる方はぜひ 3S のホームページから検索してください。